あれ、こんなところに里なんてあった。薄暗くて神器臭いし。いや、ば、久しぶりだな、レイム。ようこそ、妖怪の…ああ、ここはその名の通り、妖…どういうこと？説明すると長くなるが…あ、え、以前、妖怪たちが人里に…あの時は住人がいないのをいいことに、本当に好きか…力ずくで追い出すなんて私のキャラじゃないし、住人が戻ってくる前に姿を消してくる…ひょっとして…え？は、人里に住み着いていた妖怪たちのほとんどは…だが、一部の妖怪たちは人里での…しかし、それでは そこで私が先頭に立って。ふーん、なるほどね。ま、他人に迷惑…その点は大丈夫、そういうことがないようにし…そう…おや、まあね、何か問題を起こして…お…ところで、さっきからずっと気に…あんたって満月の夜にしか白卓に見ては。ルームが気づかなかったということは、仮装って、人間の姿のままでは妖怪たちにこの里に秩序をもたらすにはこの姿。それはそれは、まあ慣れてしまえば。というわけだから、そのくらい相手は妖怪でしょ。だから私を頼れと言っているんだよ。お前の心配をしているんじゃない。はいはい、郷に行っては郷、心配しなくてもな。いい機会だし、妖怪の里をゆっくり、くれぐれも。しつこいなあ。なあ、何よ。こんな里、有無を言わさずっていうか、もう。あ、妖怪の集落など放置しておいたらろくなことになるまい。我が、ま、待ちなさいよ。何を動揺しておるのだ。お主は妖怪退治をなりわいとしている。いいから待ちなさい。今のところは問題も起きてないんだし。しかしだ、私たちの目的は異変の解決。ならば仕方がない。だからダメだってな。不思議、自分が暴れている分には何、他の奴が暴れているのを見ると。黙らない。ごめんなさい、たまりまく。隠れの巫女のあなたが、これも悪いことの。そんなの心配しなくても。あ、もしかしてこ、あれご存知ない。確かに、ま、だから悪いけど。そうなんだ、じゃあ私は隠れの巫女さん。なんていう、こういう子は苦手。能天気で話が通じないやつ。あんたも人の。いらっしゃい。なるほど、退治する前に。ちょっと待て、お主妖怪を無差別に退治しすぎじゃないか。ちゃんと差別してるわよ。妖怪の幻想郷は恐ろしい場所。それでよろずやじゃ。しょ、ああ、そっか。な、そりゃ狸と狐は人を騙すもの。ひどい偏見。わしの理念は売り手よし買い手よし、間違っても騙したりな。
近江商人みたいなこと言うわね。おお、お主、凛之助さんがよく言っていた。わしは近江商人って、そんなことはどう。のう、白霊の巫女よ。わしはただ、いいわ。おお、さすが幻想郷を仕切っているだけあった。まあ、あんたが悪さをしない本に片付け。おい、騙されるでないぞ。ん、そんな、騙したなんて。ふん、口では何とでも言える。腹の、まあ、どうせろくでも。天然系放火魔よりははるかにマシだと思う。今、待て、店内は火気厳禁じゃ。ちょっと、揉め事は外でや。おやつはお主の連れじゃろ。そうね、取引なら不要だ。今すぐこの古で助けてほしいなら。ひどすぎる。ぬ、サラダ油では火がつかんの。こりゃ何をやっとるか。マッチを下ろせ。あら、これなんて。それはお払い棒90。こういうアイテムがあれば誠意を示すか。さあ、ウルダ抜き。わかっ、さすがね。ここまでの誠意を。たす、お主の店はいへ。そうね、あ、悪魔じゃ。妖怪には人間の、わしの知る限り。Thank you.
いただきます。やっ、そこ、やあ、ようこそホテルニューハあ、以前人里で宿屋を経営していた。そういえば、ま、妖怪の里でも何でも降臨堂の店主が巨大な、なんか噂におひれ、その拠点の名は降臨堂から濁点を取っただけ。覚えやすくていい。どんなものにも名前は必要だから。あんたが広めてるのか。うむ。まあ、ネーミングセンスはともかく、降臨堂の店主には世話にな、私からも異変の解決を。お願いされなくても解決する。そうか、ならば。はいはい。それはそうと、ここまで来るのは大変だったろ。いや、別。よかったら HP や力の。別に。で、もちろん無料。一泊二食付きで1500。こっちは異変の調査中なんだ。無茶を言うな。これでも破格の値段にしているんだ。最高の環境を提供しようという。まったく、相変わらず。よし、なら大サービスだ。二人で利用しても両…なんと、我がいても値段が変わ…おい、これはもはや…何興奮してんのよ。あんたはお金を持ってないでしょ。結局は…まあ…そうであるが、我の分が無料ということは、本来であれば3000円の料金が、つまりお主の料金である1000。ん？これで分かっただろう。この木を逃…ねえ、いや、その連れがお金を持ってないなら…まあ、分かって…そこ、
そスイーツショップ監修堂へ。で、誰かと。あら、ほんと。あんたら。いやー、新しくできた。でもここ住んでいるのが妖怪でも里は里です。豊かな収穫とそれに伴う人々の活気なくして繁栄な、私としては活気あふれる妖怪の里なんて。本当はもっとね、忌々しいことに先手を打つことに。私はあまり。みのり子がどうしても。なるほどね、あんたらの気持ち。なんだか遠い目をしてる。最近妖怪の忌々しいことに。私もあんたらみたい。じゃあさ、この里で。そうですね、それ妖怪相手に信仰は。さすがは神様、えぐい。時代は電光石火ですぞ。ぬるいことを言っていては。この幻想郷。いやいや、だ妖怪退治をなりわいにしてるのに妖怪から死。それにあいつらとは少し距離。いざって時、白霊の巫女も。ま、元気出しなよ。あら、このや巫女さん、涙拭きない。あなたのためにできる、おはぎを焼いてあげることくらい。この里に立ち寄ること。そういうこと、おはぎでよければ。本当？あれ、さっき拾ったナイフは。おい、いやー、やはりや。まあ、異論はないわね。お客さん、今は。おお。これはワッフルと。少し前までは人里を中心に流行っていたのですが、またおはぎが流行りだ。いいじゃない。おは、せっかくなので。おお、かた甘味一つで買収され。しているという。ここは姫神の館。この世のすべての役が。ここって意外というか。そうです、一応人里ではひな。もっとも誰も私の相手をして。そりゃそう、誰だって不幸には。でも私だ、無人販売なんて。この里なら人間はいないし。妖怪だって。まあ、それで。そういえば説明がまだでした。このお店ではアイテムにかかっ。もちろん無料というわけではいきませんが、格安。お金のやり取りをしないと。ちゃん、そんなに笑顔で言われると突っ込む。でも役人であるは立場上、長く少しでも多くの人。そういうことなら、こ、朝礼。感謝しなさいよね。はい。もしよかったら、最近不運が続いていてな。そうですか？ああ、土地は払えない。なんだと？私に言われ。我の機嫌を損ねると。鍵山ひなよ。あ、不審魚。何やってんの、ほら。やあ、いらっしゃい。
事件の通り、いつもは人ざ師匠の薬は人間妖怪の里ができたとな。ねえ、もちろんです。お金を支払う。失礼ね。私は当然払う。持ち合わせがあれば、うん、いえ、はいはい。では、え、しかも一元。一元、はい。調合する材料や分量が異なって、まあ妖怪相手に新薬を試しているだけ。お主、最近夜中に何度も川屋に行きたくなって、何か いえ、私はこういう症状はむやみに笑っては少しでも異常を感じたらって師匠が言ってました。一度見てもらった。何言ってんのよ。これでも体調には気を使っておって規則正しい生活はもちろんいいですね。しかし我は1錠につきコップ3杯。おかげでさ、原因は友好的に見えて、あき、そんなひどいです。なんでそんなこと言われなきゃなんない。他の妖怪と違って私たち、私に言われても、だいたいほんとほん人間なんて。今度その子が水辺に来たら、いいね、ちょっとははは、別に悪事を働くつもりなら、その時はよ、そんな気はさらさらないんで、そのないわ。ところでよくぞ聞いて、ここはカッパの開発した技術。お客様一人一人のミコさんならそう、異変の解決に役立つ。ところでここに書いてあるよう、ああ、お客さんに投資してもらわないと利用って、ほとんどの技術が用途。残念ながら標準で利用できるのは、これが噂に、まったくニトリはただでいろいろ。ニトリちゃんは商売っ気が、自分が面白ければ自分の仕事分の報酬。そういえばニトリは、ニトリちゃんなら自分の工房にと、一応このお店にも忙しいって。また物騒なものでも作る。もしニトリちゃんの子、たまに様子を見に行かないと。それはみ、ま、機会が、あ、その代わりといってはな、あ、これ同じ種類の素材、その名も川代、略してうん、うんってどうし、まあいろいろあって言う、うわー、こりゃひどい。内部に押すで治りそう。これで武器、装備品の能力や強、ぜひ。へえ、
分離する。いえ、カッパが仲間意識が強い。今の分解でデータは吸い出せた。よし、これで2と。まだ特許も取って。しかし随分ハイカラと。カッパっていうのは変わ、見慣れないものを見つけたら。ほう、そうなんですよ。ふん、黙れ。そういうことを。ひどい。私たちの技術、有効な印に、これがあればどこでも。ほう、それは便利な。今はお得なキャンペーン中。新割に加入すると2年おきに自動更新されるから。ただし更新月以外に解約すると。おお、料金が無料。ちょっと、実質ってな。いや。はい、この。あんたら黙らないと。なんだ、我にはわからぬが、複雑な事情でもあるのか。ほら、世の中うまい話なんてそうそうない。いや、そ、幻想郷ではよくわからん書類に判を押す。この前もそれで。あた、幻想郷の冬をしのぐには羽毛布団が必須なのだと言って。お主はそういう目にあったことがないから。そういう話があっても次からちゃんと誰かに相談した方。確かに、我、次からは太子様もお誘いす。いや、そういうこと。頼りがいがあるであろう。エンク、アリックス進化。ちょうど喉が渇いてたのよね。はい、そこ。
これが私の切り札よ。そこ、はっ、不思議の幻想郷 TOD リローデッド。